はい、皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回は自粛期間中のナイトルーティーンを撮ってみました。まずはお風呂上がりパジャマを選びます。お風呂上がったら髪を洗ったのでちょっと溶かします。こちらはタングルティーザーというブラシになります。お風呂上がりのスキンケアはまずアベヌウォーターを吹きかけます。アベヌウォーターにも化粧水とは書いてあるんですが、私はアベヌウォーターの後にこちらの化粧水を使っていきます。こちらの化粧水はメラノ CC から出ている化粧水で、化粧水もこちらの美容液もメラノ CC のもので、続いては美容液を塗っていきます。こちらの美容液は化粧水の後に塗る美容液で、6滴ぐらいを出して塗っていきます。朝の洗顔後とお風呂上がりのスキンケアは2回しているんですが、結構1回につき6滴ぐらいなのでコスパはいい方かなと思います。こちらをニキビ跡やニキビがあるところに塗り込むように塗っていきます。何かニキビに効くおすすめのものがあったら、ぜひ皆さんも教えてください。メラノ CC はレモンみたいな感じの柑橘系の香りですごくさっぱりしています。続いて乳液は VT の乳液を使っていきます。こちらの乳液はシカの乳液なので、肌の再生効果があって肌荒れにも効くというものになります。続いて乳液と同じメーカーの VT のシカクリームを塗っていきます。こちらはクリームといってもベタつきがすごいあるわけじゃないので、割とさっぱり使えます。ツボクサエキスが配合されていて、ツボクサがこうニキビとか肌荒れに効くみたいですね。香りはさっぱりしている香りで私は好きです。そしたら最後にオロナインを塗っていきます。スキンケアが終わったら髪を縛ります。だいぶ髪がね伸びてきましたね。いつ切ろうかしら。続いて足にボディクリームを塗っていきます。ベタつくのが苦手なので、あんまりボディクリームは好んで塗らないのですが、この日はお風呂でスクラブをしたので、ちゃんと保湿しておかなきゃダメだなと思い、しっかり保湿しています。私生活でよく足をぶつけているのか、なんかちょっとね、あざがありますよね。続いて足のマッサージですが、よく質問をいただくんですが、特に何もしていないですね。やらなきゃダメですよね。そしたら、マルキン会員なので、新しい解放が届いたため、そちらを読んでいます。真剣に長い長文を読んでますね。ちなみにゴールデンボンバーは3年生ぐらいの頃からずっと好きなんですけれども、ライブも行けなくなってしまって、早く行ける環境になってほしいですね。そしたらコンタクトをちぎる作業をしていきます。カラコンの時はこの作業を行わないのですが、普通の透明のコンタクトの時はこの切り離してる方が楽なので、ちょっと全部お暇な時に切り離しておきます。この作業を黙々とやっていきます。最近 YouTube を撮影する時はほとんどカラコンをつけていますね。やっぱりその方が漏れますね。学校行く時とか、そこら辺に買い物に行くっていう時とかは透明のコンタクトです。そしたらこれをね、洗面所に運びます。続いて体重を測ります。朝と夜1回ずつ測ります。48.3kg でした。そしたら学校の美容のレポートをやっていきます。自粛期間中の課題ではないのですが、高2に入って新しく美容の授業を取ったので、その美容のレポートをやっています。一緒に勉強するみたいな作業動画も撮れたらいいなって思っています。これずっと止まってますが、読んでますね。こちら説明みたいなやり方とかを読んでます。美容の勉強は美容室のことだったり、あとは化粧品の消費期限、それからアロマオイルの勉強とかもありますね。アロマは私全く詳しくないので、結構見たら大変そうだったんですけど、頑張って進めていきたいと思ってます。
ちなみにやっていた勉強はこちらですね。やっていたというよりかは読んでました。勉強が終わったらパックをしていきます。スマホをいじる前にこちらのパックをつけて10分から15分この口の状態でスマホをいじってました。こちらはリップパックで唇をプルプルにしてくれる効果があります。ここからはずっと真顔なんですけど、この時に面白い動画とか面白い TikTok とかを見てしまうと笑ってパックがずれるんですよ。なので面白くない、普通になんか記事を読んだりとかインスタを見たりとかっていう感じで、あまり面白くないものを見るようにしてますね。写真のアルバムの整理したりとか、今後インスタに載せるものを見たりとかしてます。自粛期間中なのであんまりインスタとか載せるものがないんですが、まあちょこちょこ撮ったらインスタに載せたりしてます。インスタのフォロワーさん1万人目指しているので、フォローしていない方はよかったらフォローしてくださると嬉しいです。まあ今の期間は割とずっとスマホをいじってることが多いですね。まあ普段から SNS をまあお仕事としてやらせていただいているので、ずっと携帯はいじってるんですけど、いつもよりも携帯を見る時間が長くなっているなって思います。そこまで夜遅くない時はマネージャーさんのスラックの返信をしたり、友達と LINE したりしています。あと YouTube のサムネは私いつも携帯で作っているので、こういう時に次のサムネをどういう感じにしようか考えたりしています。でもこの指の動きを見る限り、多分インスタを見ているかカメラのアルバムを見てひたすらスクロールしてるかですよね。15分ぐらい経ったのでリップパックを外します。この後ちゃんとリップを塗らないといけないので、モアリップを塗って保湿していきます。結構季節関係なく唇が乾燥しやすくって、前はディオールのマキシマイザーを使ってたんですが、最近はモアリップで保湿しています。次は幼稚園の頃のアルバムを見ています。この日の次の日が幼稚園の頃から仲のいいお友達のお誕生日だったので、昔の写真をこうやって携帯で撮って、これ懐かしいねって言って次の日に送りました。約10年ぐらい前ですよね、だいたい年長さんの時って。幼稚園の頃からずっと今も仲良くしてるお友達も結構多いです。嬉しいですね。私結構昔の写真とか見るのが大好きで、幼稚園の写真とかもずっと見てられますね。私一人っ子なので昔から割と写真を親が撮ってくれて、結構いっぱい一人の写真も多いんですけど、友達とかとの写真もすごく多くて、そういう思い出を振り返るのも好きです。それが終わったらベッドに入ってハンドクリームを塗っていますね。ハンドクリームはアベーヌのものです。すごくおすすめです。その後はネイルを自分でオフしたのでネイルオイルを塗ってますね。普段指先のケアはしないのですが、やっぱり自分でオフしたのでちょっと爪を保湿しておきました。という感じで、あとは布団に入ってまた携帯をいじるタイムになります。寝る前は携帯いじらない方がいいっていう意見も多いかもしれないんですが、私は割と寝る寸前までいじっちゃいますね。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かった、少しでもいいと思ってもらえたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。自粛期間中のナイトルーティーンでした。バイバーイ。